吉田さん、今はね、おそらく私が知るところ、人類で最もですね、稼ぎ方が多様化された時代じゃないかなと思うんですよ。で、昔みたいに就職するって言ったらね、どっかの会社に入る、もしくは自分の会社を起業する、それから飲食店や喫茶店みたいなのをオープンする、このぐらいのことしかなかったと思うんですよ。で、しかもほとんどの場合、公務員なり会社なりに就職するぐらいしか道はなかったんじゃないかなと思うんですよ。で、それが昭和平成と移り変わっていく中で、自分のビジネスを始める、自分の会社をスタートするってこともできるようになってきたと。で、どんどんね、規制緩和もありましたし、その後新会社法ができたりとかね、それから自分で商品を作って売るみたいなこともインターネット、ブログとかこういったものができてくることによって、自分のメディアを持つことができるんですよね。世の中に自分を知らせる、そういったメディアを雑誌や新聞以外に持つことができたんで、商売って随分広がったと思うんですよ。そして今やですね、本当にこの小さなスマホっていうものでお金を稼ぐ人が現れちゃったんですよね。これすごいことだなと思います。で、情報というものを販売して利益を得るというね、こういうことも当たり前のように今広がっております。だから私が高校生の時みたいに、どっかのバイトの面接に行って採用される、飲食店で勤める、こういうこと以外にですね、だいぶできるようになったんじゃないかなと思うんですよ。ですんで、こう思うんですよね。新しい稼ぎ方のうちの中で、自分の時間をあまり使わずに莫大な収益を上げる道がある。かたや昔ながらのどっかの飲食店の皿洗いじゃないですけども、昔ながらの作業をして時給をもらうっていう仕事もあると。だからお金が稼げないっていうのは、昔の稼ぎ方、古い稼ぎ方を今でもやってると、それはなかなか稼げないっていうのは明白なんじゃないかなと思うんですよ。でも構築されたばかりの稼ぎ方ね、例えばヤフオクのなんか販売とかってね、やっぱり利益は上がるんですよね。自分で作った商品をヤフオクで売るみたいな、そういうことも当然できると思いますし、自分の描いたイラストを売ってる人もいます。自分の描いた詩を売ってる人もいます。色紙に書いてね、そういう人もいますし、自分の体験を売ってる人もいますよね。私が最近よく見るのが、海外支援をしてる方がいるんですよね。その方が海外支援の方法とか、そこでのトラブル、考え方、危険度、それから喜び、こういった体験談を自分のコミュニティでお知らせしてるんですけども、そのコミュニティに入るのに毎月いくらみたいな課金をしてるんですよね。で、これから海外支援をしようとしている人にはものすごく参考になるんで、そこに入ってみたりとかね、そこでどういった手ほどきを受けれるのかってことが分かったりとか、要するにこれ全部情報なんですよね。体験とか知識ってものが今お金を出してでも欲しいっていう時代になってると。いや、昔からそうだったんじゃないかなと。小中高、大学、専門学校、全て情報をお金で買ってるわけですよね。それと全く変わらないですから、じゃあ情報を売れる立場になったらどうかってことなんですよ。情報を売る立場、まさにこれ誰でもできることですよね。もちろんいくらで売れるかっていうのにはばらつきがあります。それこそ喋り方、話し方にもよりますし、伝える方法、これをどういうふうに使っていくかですよね。YouTube で伝えるのか、音声で伝えるのか、文字で伝えるのか、会って伝えるのか、これによっても価格が変わってくると思います。さまざま稼ぎ方がある中でですね、私はその YouTube を中心としたお金の稼ぎ方とか、 YouTube すら使わない投資という稼ぎ方を選んで、今の地位を、地位ってほどでもないですけどね、今の暮らしを手に入れました。麻雀でやってる時はもうね、1日16時間固定だったんですよ。それは変えられなかったんですよ。営業時間の中に私がいなかったら成り立たない、私じゃなくても従業員が一定数いないと成り立たない、そういうのを前提にしたんで、拘束感むちゃくちゃ強かったですね。天候にも左右されやすいですし、ちょっとしたブームにもね、左右されます。例えば今回の感染症騒動があった時に、麻雀店ってのは一気にやり玉に上げられたんですよ。で、閉店も余儀なくされました。一時閉店ね、その間に潰れちゃいますよ。麻雀って1メートル四方の空間に4人が顔を突き合わせてるわけですから、それこそ4密なわけですよね。
4人が密になってる状態です。で笑ったり叫んだり声を出すんですよ、ね、楽しいですよ麻雀ってのはね。その狭い空間で声を荒げたりするわけですから、で発声って言ってね、声を出さずにできないゲームなんですよ。っていうことは感染症が流行った時には真っ先にこれになりそうですよね。しかも麻雀ってのは窓が基本的にないですから換気も悪いですよダメですよね、まあ、だからね本当にたくさんの稼ぎ方の中から、まあ、ベストを選んでるなと今思ってますね。だから余計に思うんですよ、皆さんもこれを選んでほしいと。少なくとも麻雀よりは楽しくて自由で稼ぎやすい、そして未来もあると思います。麻雀はなかなかね苦しいですね。麻雀が生き残ろうとしたらインターネットになるしかないと思います。インターネット麻雀ね、徐々にそうなってますけどね。それってもう麻雀なんかなっていう気もしますけどね。はい、ということで本日は以上です。まあ新しい稼ぎ方ね、こっちの方に向かっていかないとなかなか苦しいですよ。